チャオ、あーちゃんです。寒いね。はい。ということでね、今日、4月の28日、日曜日、あーちゃんのお昼ご飯作っていきたいと思います。はい、ご飯でね、ここにね、お酢、こんなもんかな、しょで、砂糖、こんなもんかな、で、お塩、ちょっとひとつまみ。混ぜてみましょう。ねえ、扇子をまだ持ってくるの忘れたな。扇子、うちは。金があったらね、ここにかぶしといたいんだけど、金がないんでね、このままね、キッチンペーパーかなんかでもかぶすか。布巾っていうかね、日本っていうのもいいですけど、和布巾があったらいいんだけどね。ちょっと冷ましておきましょうか、これで。まあ一回ちょっと薄いかな。はい、お魚ね、さばいてます。ちょっとサメをね、ちょっといっぱいあるんで。ちょっと切りました。これはないかな。いろんなもんさばいたからね。何かわからんもんがいっぱいあるね。ほうぼうっぽいな。ほうぼうやね。後で食べるので置いときます。これあれやね、カワハギや。これはなんや。これあれやね、石餅やね。
がひっついてしまってめくられへんね。紙変えるからええけどね。石持ちやね。石餅のハラミと、ちょっとハラミでいいかな。熟成しておきます。熟成器を使って、これはね、タイ、タイで、これがね、皮剥ぎ、皮剥ぎ、これで白身魚ばっかりのお寿司屋さんです。では握っていきましょう。で、手酢、手酢で、手酢はね、酢1対水1らしいわ。これぐらいね。で、手酢を手にね、こうやって指の隙間、ここも全部すべて塗るんやって、こうやってもうちょっと洗ってね。これターンってやるのは、この余計な水を抜くんやって。で、ね、ご飯をまず握ります。まずシャリ、シャリじゃない、ネタを乗せて、ここを押さえてくるっと回して、こんな感じね。これサメ、数で決まる、難しいね。手ひつくしね、多分手酢つけたらね、ちょっと押さえて、ちょっと待って、ご飯、ご飯、でもね、温度が高い、うん、で、あんまりね、これがシャリがね、あれやったら、もうまとまらへんって。
丸く握って乗せて、ここに乗せて、こう押さえて、キュッとここを押さし、で、コロンとひっくり返して、こんな感じね。これだったかな？ほうぼう。形から入らんちゃうね。パンをしゃこれは石餅。石もちょっとちっちゃい。お寿司がこじんまり石餅。カワハギ。カワハギ。ご飯がついてる。カワハギ。よし。シャリを2つ終わり。大体これでお茶碗一杯分ぐらいやったら、ちょっと大きめのお茶碗一杯分ぐらいを石ネタにしたらね、ちょっと大きいなまあいいです。
大きかったね。まあいいや。すごいね。今ちょっとひっつかないね。これ大きいかな。ちょっと上を切る、ちょっとこれブザもやけど、はい、完成です。食べましょう。あ、まだや、完成ちゃう。ここにね、カワハギに、キモ、わさびをね、今回ちょっと入れてみて、後で入れましょうということをね。